こんにちは、お肉です。なんと、ミーヒちゃんの復帰が決まりました。まず、この、20のホームページに届いた文を読みます。20の皆様へ、20メンバー、ミーヒ復帰のお知らせ。日頃より20への温かい応援とご支援を賜り、本当にありがとうございます。20の皆様にご心配をおかけしておりました、20メンバーミーヒに関するお知らせです。メンバーミーヒは、治療と、 休養2000年後体調も回復してきてきる状況ですこれを受け医師とも相談の上本人の健康第一に二重としての活動を徐々に再開することとなりました今後とも w i の皆様には引き続き二重の活動を温かく見守っていただきたくさんの応援を賜りましたら幸いですということで早めに復帰を決めてくれたみいひちゃんには本当に感謝だし正直私はなんかその。 復帰の時期とかも言及しなかったし、来年になるかもしれないかなって思ったんですけど、すごい早い回復というか、すごい早い復帰をしてくれたのはやっぱミヒちゃん自身だからミヒちゃんに感謝したいし、他のメンバーも一人抜けるって本当にもう信じられないぐらい大変だと思うんですけど、そんな中で8人で活動をね、頑張ってミヒちゃんの分までしようと思って頑張ってきてくれたメンバーにも本当に感謝ですし、やっぱりこの w e j o としての意見だったら、 やっぱね、ミーシちゃん推しが一番ね、辛い思いをしてきたと思うんですよ。で、なんかいつもね、ミーシちゃんがいないね、テレビとか、雑誌とか見るのね、やっぱ辛い思いもしたと思うし、なんかミーシちゃんと正直話せる状況かわからなかったのに、A 賞とか B 賞とか当てて、ミーシちゃんとオンラインサインできるかなって、まあそれに出るかまだわからないんですけど、そうやってやってるミーシちゃんペンの方とかもいたので、なんかそういうのを考えると、やっぱりその、ウィジューとして、 すごいなんか良かったなっていうもう本当に一言でこれを見てもう本当にもうとにかくもうその回復してくれてその戻ってきてくれるのは本当に。 本当に何より嬉しいんですけど、ただ本当にね、無理だけはしないようにしてほしいなっていうふうに思っているので、みんながね、健康に楽しく過ごしてほしいなって、もうそれが本当にいつも言ってるけど、一番だなっていうふうに思います。そして、このお知らせを聞いて、もう本当に何よりもクリスマスプレゼントだと思うし、私自身も本当に何より嬉しいことだったので、なんかちょっと今ね、まだ本当に聞いて5分後ぐらいに撮ってるので、まだね、気持ちが追いついてなさすぎて、なんかもう感情的なんですけど、 ミーしちゃんをねまた見れる日が近いし早めに戻ってくる選択をしてくれて本当にありがとうの気持ちでいっぱいですそしてミーしちゃんがね揃ってのステップアンダーステップもやっぱ見たいなーっていうふうに思ってるので楽しみにしたいと思いますこちらの動画のコメントにミーしちゃんへのメッセージとか今のね気持ち多分私と同じ方がたくさんいらっしゃると思うんですけど感想だったりとかをコメントに書いていただけると嬉しいです 私もこの気持ちをすごく共有したいのでよろしくお願いします。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは。